座面が上がって、この下にまた小物入れスペースとジャッキがあるんです。めちゃくちゃスムーズ。どうも、食が一のものです。今日紹介するのはですね、2009年に登場、そして2021年に惜しくも生産終了となってしまったですね、ホンダ最後の軽トラック、アクティです。この最終型アクティはですね、ホンダらしいと言いますか、良くも悪くもホンダ的な極端なモデルチェンジをしたモデルなんです。注目はここ。この前のモデルは1999年のですね、衝突基準の改正時に生まれたモデルだったんですけれども、安全性を高くするためにタイヤを全体に持ってきたセミキャブ方式を採用しました。しかしそれがですね、走行安定性ですとか衝突安全のクリアのしやすさなどの点ではすごく有利だったんですけれども、非常にホイールベースが長くてですね、最初回転半径が大きかったので不満が出ていました。そこでセミキャブのまま進化させる、いやいやもう全部ちゃぶ台返しじゃーい、というわけでフルキャブに戻ったんです。というわけでこの最終世代のアクティトラックはですね、ホイールベースをなんと全モデルよりも520mm、52センチですよ、52センチ縮めて1900ミリにしました。しかも最初回転半径はですね、この当時まだ売っていたスバル製のサンバ、あれがですね、ホイールベースは1800ミリ台だったんです。それよりも小さい回転半径のサンバは 3.9 メートルだったんですが、驚きの 3.6 メートルだったんです。とんでもない。ただですね、フルキャブのいかにも軽トラという形式に戻っても、そこはさすがホンダですからデザインに凝ってます。ここ無個性になりがちなフルキャブのキャビンにおいてもですね、デザイナーが UD を発揮して、例えばドア、フルドアタイプでプレーンでシンプルでかっこいい、さらにですね、このリブ、太いリブが前後に通ってですね、何かこう高機能文房具みたいなちょっとおしゃれな感じがします。さらにこのホイールアーチ、このようにですね、円形ではなく台形にして、さらにリブを持ってきて屈強なイメージを与えつつ、実は左右対称のフェンダーアーチのデザインにすることによってですね、ホンダらしいちょっと日本車離れしたハイクオリティなデザインとしています。なおこのモデル、フルキャブにしてですね、最初回転半径が小さくなったことだけがメリットじゃございません。実は中、ここにあった前輪を後ろに持ってきたためにですね、非常に足元スペースが広いんです。このように乗り込んで足を伸ばして左右にほらほら、こんなにゆとりがあるんです。さらにホンダの極端なところはこの A ピラーにも現れてまして、実はこの1個前のモデルはですね、軽トラというよりもちょっと乗用車のようにですね、フロントウィンドウが寝ていたりして、なかなかそれも愛くるしい雰囲気だったんですが、今回のモデルはですね、足元同様に頭周りの空間も拡大するためにこの A ピラーの角度を立てました。そして遠くにやりました。結果非常にルーミーで広い空間になっているんです。ほら、そうして引いて見てみると、いかにこの頭上周りキャビンが広く、また足元が広いかが分かりますよね。さあ、そんなアクティトラックなんですけれども、実はこのモデル初代からですね、続く非常に大きな特徴があります。それがエンジンの搭載位置なんです。通常のキャリーやハイゼットなどはですね、シート下にエンジンがセットされてますけれども、このモデルはですね、実はここ後輪の直前にセットされたミッドシップリアドライブ方式なんです。これはですね、アクティの初代モデルが N360 系のですね、 FF の2気筒だったんですけども、当時は2気筒のユニットをデフごとリアの車軸の前に持ってきたことから始まって、ずっとアクティの伝統になってます。途中アクティがですね、2気筒から3気筒エンジンになりましたけれども、この最終モデルに至るまでですね、このように MR 方式はキープされているんです。デザインといえばこの車、キャビン部だけじゃございません。通常はですね、武骨に普通にまあですね、補強するためにカキッカキッカキッとしたですね、パキパキッと折ったような面になりがちなこの荷台なんですけれども、ちゃんと R が取られていて、しかも角度が一様じゃありません。様々な面を見せています。さらにですね、こちら煽りの開閉ノブなんですけれども、これも単なる長方形ではなくてですね、しっかりデザインがされたものになっているんです。またまたこの荷台の乗り降りのステップ、この足をかける部分ですね、ここも単なる四角じゃないんですよ。ボディ形状に合わせて、しかも横から見るとしっかりここも凹凸がついているんです。
しかもフロントドアからこのようにリブが連続してます。ほんとね、ホンダはねこういうとここだわるよね。どんなこういう商用車でもデザインは絶対妥協しません。さあ、そしてリアに回ってきました。リアから見てもね、ホンダデザインは健在ですよ。例えばテールランプ、一見無骨な表情に見えるでしょう。でもね、近寄ってみるとしっかり角の面取りが下げていて素敵なんです。またこのリアのパネル、ボディ同色のパネルを使っているモデルはですね、他にもありますけれども、このように横から見ると分かるんですが、やはり乗用車的にですね、連続可変させた面を作って、単なる四角い板で構成したものじゃありませんよという主張があります。また実はこの牽引フック、軽トラで牽引フック標準装備はアクティだけなんです。そしてこちらマットガードなんですけれども、これ2012年以降のモデルはですね、長いマットガードの下に反射板を設けたモデルになってます。最終型アクティトラックでミッドシップらしくコーナーを駆け抜けて舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのためのミラーとライトはあるのかですよね。あるのかな、ないのかな、ででーん、なかった。当然ですよね、0点です。助手席にもバイザーは一応あります。フロントシートです。シンプルですけれどもカラーリングがポップ。さあ、乗り込みですが、実はこの車シート高が 770mm と低めに設定されてますし、グラブバーがですね両方ともについてますので非常に乗りやすいです。またこの開口部が大きいことも功を奏してます。なおこのシートはですね、見た目へにゃへにゃかなと思ったんですが、しっかりと腰がありますよ。シート面も背面もです。でリクライニングは一般的な軽トラ同様ないんですが、シートスライドはこのように110ミリを行うことができます。またステアリング、これはね見てほしいんですけれども、軽トラっぽくないです。一般的なホンダの形状なんですけども、つまりそれはですねスポーティーな形状って意味なんです。その奥にはスピードメーターが主体のアナログメーターを大きく見やすいものがあります。またこのドア内張りにも注目です。鉄板むき出しなんですけれども、しっかりデザインがされているので、なんかね安っぽくないんですよ。ドアグリップハンドルもシンプルですけれども、いい造形。さらにパワーウィンドウの操作系がですね、このようにドアにそのまま付けられていると非常に操作がしづらいんですが、斜めの角度をつけているのでドアを閉めた状態での操作性がいいんです。またドア造形だけじゃございません。中にですねドアビームというですね側凸対応の柱が入っているんですが、このアクティトラックではですね、前方向からの衝突の際にそのドアビームがですねちゃんと役割を果たすような形状と強度を持たしているんです。そしてこの車ね、とにかく中のデザインもいい、内外のデザインが、ね、とにかくいいんですよ。メーターから連続してですねオーディオに流れる大きなブロックパネルをセットしてます。またエアコンの操作系は絶対これだけ見たらね、絶対乗用車のデザインでしょというような形です。もちろん操作がしやすい全物理ボタンで、しかもダイヤル式なんです。その下にはですね灰皿があります。これは時代ですね。そして後の N 番に通じるようなですね小物入れスペースが充実しているのも特徴なんです。ドライバーの右にはドリンクホルダー、そのコラムの脇にはですね小物入れスペース、そしてハザードスイッチの下にも、これ多分ですね携帯スペースですね、携帯電話が入るスペース、そしてオーディオスペースの下の段はワンディンの小物入れになっています。また助手席の正面には机状のトレイ、そしてもう一度ドリンクホルダー、さらにはこちらですね開けると小物入れです。いやー、軽トラなのにね見どころねいっぱいあるんです。この車まだまだ紹介しきれません。助手席はですねこちらのレバーを使うとリクライニングはしませんが、なんとてねー、座面が上がってこの下にまた小物入れスペースとジャッキがあるんです。そして注目はまだまだこの足元なんですけれども、ただ広いだけじゃございません。ここのフロアの端にですねリブのようなものがなく、段差がなくてですね、このようにするっとそのまま乗り降りができるんです。これは乗降性の改善はもちろん、例えばここについてしまった泥なんかを吐き出すのにもとても便利。さらにさらにこのペダル配置、非常に広いですねこのフロアスペースを使ってですね、ペダルがアクセル、ブレーキ、そしてこれはオートマですけれども、マニュアルモデルのクラッチの配置が非常に幅広く自然な位置にあるんです。そしてステアリングの角度も乗用車ライク。いや、言っててねちょっとどんどん自分も興奮しちゃうんですけど、これホンダやっぱりやりすぎてますな。トランスミッションは5速マニュアルとこの現車の 3AT が用意されてました。このねトランスミッションの操作系を置く位置が絶妙でして、
コラムにはないんですけれども、このフロアの中央には置かず手前に引いたことによってですね、このようにウォークスルーができるようになっているんです。そしてまだまだ見どころがありまして、ここにコンビニフックがありますが、なんとこのシートの背面部分にもコンビニフックがあるんです。とても便利。じゃあ荷台を見よう。荷台スペースはですね、フルキャブ構造を取ったことによって非常に大きくなりました。なんと長さが1940ミリもあるんです。そしてこの幅はですね、1410ミリ。またこの鳥居は標準装備なんですけれども、このようにセンターにガードパイプがあるものとないものの2パターンを選ぶことができました。こちらのライトはですね、運転席のボタンで点灯ができます。さあ、この荷台の下にあるエンジンはですね、 E07Z 型3気筒の NA でツインカムではなくシングルオーバーヘッドカムのエンジンです。45馬力59ニュートンのスペックです。動画の途中ですけれども、今回のアクティ実はレンタカーなんです。有限会社ウィズさんが運営するですね、この100円レンタカーの東久留米店さんでお借りしました。でね、このウィズさん、このようなレンタカーももちろんいっぱい持っていらっしゃるんですが、車検整備のほか、このような車両販売も行ってまして、この後ろにずらりとあるですね、エレメント、そう、あの大人気エレメントをですね、結構がっつり持ってらっしゃる、ノウハウも十分あるお店なんです。しかもこれ USDM 的なカスタムが施されたこの車両、実はですねレンタカーなんです。またこの事務所の中、これ実はトレーラーハウスらしいんですけれども、これもアメリカっぽいんですけど、アメリカっぽい店内の壁にはですね、さっき撮影したアクティ、これ販売車両として掲載されてます。なのでアクティ探してる人はレンタカーだけじゃなく買ってもいいのかもしれません。と、別にこれ案件でも何でもないんですが、おすすめでした。めちゃくちゃスムーズ。いや、かなりね、 E07 系ってかなり歴史の古いエンジンなんですよ。 E07Z って最終進化系ですけれども、それでもすごくね、歴史の長い古いエンジンなんですが、いや、さらにね、最新モデルみたいなツインカムでもないしと思って乗ったんだけど、これスムーズ、吹け上がりがめちゃくちゃ軽い。そして、いや、3気筒のはずなんだけど、3気筒っぽいですね、パルス音みたいの感じないな。4気筒みたい。いやー、これマニュアルじゃないから走行性能はどこまで評価できるかなと思ったんですけど、予想外です。さあ、ちょっと踏んでみましょう。まさかだ、まさかのこれホンダじゃん。いやいや、当然ホンダなんですけど、ホンダのスポーティー風味じゃん。面白いな。なんかね、トルクはね、めちゃくちゃあるって感じじゃないんですけど、軽やかに車速が上ってきます。そして何よりですね、エンジンがやっぱお尻の下じゃなくて後方にあることは大きくて、とても静か。へー、これは愉快愉快。いや、このですね、シート下にエンジンがないことによって、確かにね、フロントの接地感はね、結構軽めでやや曖昧なところもあるんですが、その逆にですね、戸隠症のかかりはやっぱいいですね。まあ、とはいえですね、スペック45馬力なので、スポーツモデルのようにですね、グンとリアが下がってですね、ドバーッと加速していくってわけじゃないんですよね。わけじゃなくて、あくまでも NA の3気筒エンジンなりなんですけれども、なんか素直でいいフィールです。この非常にですね、爽快感ある内外装のデザインにマッチしたようなエンジンの出力特性です。というわけで、最終型のアクティトラックはですね、ハイデザインな内外装が嬉しい軽トラ界のおしゃれさんでした。大変ビビでした。ごちそうさまでした。